アンナ・アントアネット・ウェーバー、バンボッセシュボガゴー団検隊のメンバーアンナ・ベイバー・ファンボッセと結婚するが、1877年に死別した。1880年にアムステルダム大学に最初の女子学生の一人として入学し、植物学者、ユーゴード・フリースやオーデマンの下で学んだ。3年間、植物学を学んだ後、海藻の分野を専門に選んだ。 1883年に動物学者のマックス・カールビル・ヘルム・ベーバーと結婚し、翌年、夫ともに北、ノルウェー、オランダ領東インド諸島、南アフリカの調査旅行を行い、1899年から1900年のシボガ号によるオランダ領東インドの海洋調査に参加し、海藻の収集を担当した。帰国後、収集した熱帯の海藻に関する多くの論文を、 発表した。新しく発見した藻類には、プリファコン、エクセフィリム、チャラコストローマ、マイケラフィリム、コリラファラ、アネウリア、イーザーリア、ペリネマ、タペイノダシャ、メサスパーア、ブラヤビナ、タイディメイニアがある。夫の探検に基づく137の論文執筆の助をもした。その後も1905年にイギリスのガーディナーが、 パーシー・スレイデントラスト・エクスペリションで集めた階層や、ベルギー皇太子レオポルドが1926年から1929年に集めた標本、1914年から1916年に、デンマークの海所等探検隊が集めた標本なども研究した。1885年から、オランダ植物学会の会員となり、1924年には、名誉会員となった。 ユトリヒト大学から1910年に名誉博士号を受け、1935年にオランダ軍校賞を受訓した。ウェーバーボッセは植物の学名で命名者を示す場合に、アンナ・ウェイバーファンボッセを示すのに使われる。ありがとうございます。